それでは次に家族の方からお話をいただきます。平井香織さんでございます。よろしくお願いします。医療的ケア児のお母さんをしています。平井と言います。よろしくお願いします。昨年の立ち上げの時から、サラディビブック秋田にモニターとして参加させてもらっています。今日はどう使ってきたか、感想など、少し急ぎ足になるかと思いますが、お話しさせてもらいます。まずは、我が家の医療ケアの状況についてお伝えします。娘のカノは、8歳で、今はキラリ支援学校小学部に通学して放課後等デイサービスにもいくつか通所しています。で、我が家の主な医療ケアとしては気管切開をしているということと経管栄養で栄養を入れているというところで、そのケアに関わるものが医療ケアとなっています。で、主にケアに関わっているケアする人としては、私、母である私と同居している私の母であるおばあちゃんが主なケアをする人になっています。うち のおばあちゃんは元看護師ということで、そのケアをすることに対してあまり抵抗を感じないで参加してくれているので、その点は本当に助かっています。で、お父さんの方なんですが、単身赴任で北海道の方に住んでいるので、年に2回か3回一緒に過ごす時間がある程度で、その時には積極的にケアに参加はしてくれるんですが、どうしてもこのタイム、間が空いちゃうので、覚えきれずに、また一からやり直しっていう感じでなっています。で、今のところ、特に大きく困っているっていう点は、ケアに関してはないんですが、まず私たち両親自体も比較的年齢のいっている方で、おばあちゃんも高齢になってきているので、やはり今後に不安は少し感じているところです。昨年、立ち上げの頃から声をかけていただいて、モニターとして、このナラティブブックを始めたんですけども、キッズナラティブブック、秋田を始めるときに、ナラティブブックと言われてもなぁ、新しいことを始めるのは正直大変だし、めんどくさいと。この医療ケアの毎日の中にもう一個加わるのは嫌だなぁとか、今のところ特に困ってないからうちには必要ないのかなぁっていうので、ちょっと考えました。でも、私たちに何かあったら娘の情報を伝える術がないんじゃないか。それは、少し前に娘のお友達のご両親が続けて亡くなったっていうことがありました。で、お参りに行った時に、おじいちゃんとおばあちゃんが、普段ずっと一緒にいたはずなのに、その残された時にそのお子さんのことが何にもわかんなくて、すごく困ったっていうお話をされていて、ああ、伝える人がいなくなればそういうことなのかと思って、そこの点にすごく注目しました。で、災害の時にも、この子の情報を何も持ち出せないということも起きるんじゃないかという不安にもなって、万が一の時に娘の情報が誰かと共有できていたら、きっとそういう時に安心なんじゃないかと思って、それだけでもこのナラティブブック秋田を始めてみようと思いました。そこでまず最初に、緊急用の情報用として、基本情報を入れていこうと試してみました。で、まずアプリを携帯の方に入れて、娘のアカウントを作ってそこから今は利用しています。で、ちょっとナラティブブックの画面をこれから出すんですけども、ちょっと小さくて見えないかもしれませんが、ちょっとこんなもんかっていうことで見てもらえると助かります。まず緊急連絡先。あとは、とりあえず何か入れてみようと思ったので、出生時の情報として母子手帳の中身とか、使用カニューレの方を入れといたらいいですよと豊野先生からアドバイスいただいたので、その写真を添付したり、あとはお薬情報とか予防接種情報とか、大体は写真で入れることができるので、ここはあまり苦なくできました。ただ、一番の利用目的なのに、すいません。緊急用としての利用のみでも、もう本当に価値があるなと、この点は本当に思います。ただもう、8年も経ってるために、必要な情報が膨大で、
多分8年以上の方にとってはもっともっと膨大になるんじゃないかと思うんですが、入力がなかなか進まない状態でいます。で、一番の利用目的がこれだったはずなのになかなか進まないので、今後それを整えていくために入力予定なのは大体こういう感じのことがあるかなと思いました。で、こういうことを入れていくことによって、まあこれを見たらこうお父さん、離れてるお父さんでもある程度のことは分かって世話ができるんじゃないかなとか、親が直接情報提供しない、さっきのような非常時の時でもこれを見たら娘のケアが誰でもできるようになってくれるといいなという、そういう思いでこれを今後こう作り上げていければいいなと考えています。で、まず第一の目的がここだったんですが、あとは備忘録として利用もしています。例えば受診の記録とか、カニューレ交換をした日とか、その様子、あとイカテーテルの交換のこと、それから体調、こういうふうな体調ですよとか、痰の状態がこんな色でしたとかっていうのを写真も使いながらこう載せることもできているので、後から見返して、あ、こういう感じだったんだっていうのが分かって、これも便利に使わせてもらっています。で、まあ写真や動画で残せて楽なので、文字数少なくしてできるだけ写真で載せれればなと思ってます。だと少しの時間でも入力できる、あと確認できるので、例えばこう病院の受診待ちの長い時間にちょっとちょっとこう入力したりってこともスマホなどでできるので便利だなと思っています。それからまあ一番次に使いたいなと思っているのが、情報共有としてっていうので使っていけたらいいなと思っています。例えば排便についてこういう今状態です、でこういうあのサインをしたらうんち出そうですよみたいなことをお知らせできればいいなとか、あと装具を新しく作ったのでこういうふうにつけてくださいとか、機械の調子がちょっと最近悪いので様子見てくださいとかっていうのをこう一つ一つの定義とか各方面に、これをさっき八代さんも言ってましたが、書かなければいけなかったり伝えなければいけないのがとってもしんどくて、これが一回でできればとっても楽だなと思いました。で、今のところ第二世話さんとちょっとだけやり取りしてるんですけども、まあ、連絡帳の方にナラティブブック見てくださいとか、ナラティブブック見てもらったらチェックを入れてくださいっていうような印をつけるようにして、こう他のツールと併用して使うっていうのもやりやすいかなと思っています。でも本当に連絡が1回で済むことと、まあ今一番残念なのが、まだこう登録してくれる事業所が少なくて、私の方もセンターと相談支援と、あの、第二世話さんっていうことなので、一番伝えたい放課後デイサービスさんとまだなかなかつながれていないので、ここはちょっとこれからの課題だと思います。次に、あの、日々の成長記録、日記としても、とても役立っている、役立つのかなと思って使っています。で、まず行事の様子、例えば誕生日やりましたとか、これは他の人に伝えなくてもいいようなことなんですが、こういうまず日々の記録ということで載せてみたり、まあ、新年のご挨拶、多方面に一気にご挨拶ができて、こんな状態ですよっていうことも伝えられるかなと思って載せてみました。あとはお父さんが来てこんな風に楽しく過ごしてますよとか、ちょっとリフォームで引っ越ししてるので今ちょっと生活環境変わってますよみたいな報告的なことも、そんなにみんなに言う必要もないことだけど知ってもらってるといいなっていうようなことも載せてみました。で、あとこういう風な形でコメントも返ってくるので、たまたまこう載せていた体調のことについて、豊野先生が閲覧してくれて、こう、アドバイスをいただいたり、あとは、新聞記事に載りましたよっていうことを、まあ、記録として載せていたんですが、見ました、可愛かったですっていうふうなコメントをいただいたりして、そういうのもちょっとずつ嬉しい記録として残っていくのかなというふうに思っています。まあ、これは診察とか面談だけでは伝わらない情報がこう伝わっていくというところで、たまたまさっきの夏休みの様子、お父さんとの様子を豊野先生が見てくれたときに、かのちゃんってこんなにゲラゲラ笑うんだっていうことをおっしゃっていて、
普段診察の時にそういえば毎回寝てたなと思って、そうすればちょっとその普段の様子なんてはなかなか伝わらないものなんだなっていうことで、そういう面でもとてもいいツールじゃないかなと思いました。で、またさっき他の方もお話ししてたと思うんですが、未来へつながるということで、この情報がどん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 こうたくさん溜まっていくことで、その子のこう生活とか成長の記録になっていくっていうのが溜まっていくっていうこともすごいいいことじゃないかなと思っています。今回なかなかこう使い方がわからないまま使っていたので、こう書き方誰に向かって書いてるんだろうとか、文末がですにしたらいいのか、何々であるにしたらいいのかとかって悩みながら書いていたんですが、まあ、ここまでナラティブブックを使ってみて、まあ、それぞれ医療的ケアの度合いも違うだろうし、生活スタイルも違うだろうし、あと関わる人や施設も違うだろうし、考え方も違うっていう各家庭の中で、やっぱりそれぞれの医療ケア児や家庭に合った使い方になっていくんだろうなと思いました。我が家の場合は今のところそういう形で使ってますが、今後変化する可能性もきっとあるんじゃないかなとも思っています。ただ、このナラティブブック自体はスマホのアプリなので、いつでもどこでも使えて便利だったり、入力自体はとても簡単であったり、ウェブ上に保存されるので、何かの時になくならないし、今はスマホだとかなり肩身離さずっていう形だと思うので、その点も便利だし、あとは医師会の方が指導してくれるので、セキュリティ的にも比較的安心なんじゃないかと思って、まあ、私にとっては今便利なツールとして使わせてもらっています。すみません。で、ナラティブブック、キッズナラティブブックのイメージをちょっと考えてみると、この真っ白なノートのような状態じゃないかなと。良くも悪くも真っ白なノートです。なんか、医療的ケア児のことを何でも書き留められて、みんなで見ることができる素敵なノートなんですが、誰とこれをやり取りするんだろうとか、何でもここの中に書いていいのかなとか、どうやって使っていいのかなとか、何書くのとかも出だしにいっぱいハテナがいっぱいつきすぎて、真っ白すぎて困ったというような状態になっていました。そのため、もっと使いやすくするためには、私が考えたところでは、まず、かかりつけ側、その周りの方の登録を迅速にしてもらいたいなと思います。医師会に提出してから登録されるまでも時間がちょっとかかるのもあるし、お母さん、こちら家族側の方から各方面に何とかこれ登録してくださいとお願いするのは結構、意外にと書いてますが結構ストレスで、なかなか登録してもらえない、返事してもらえないってなると、いや嫌なのかな、嫌われてるのかなみたいな気持ちになってきて、結構ストレスなので、もう家族が入る頃には全ての施設がもう登録済みになっているのがベストだと思います。あとは操作のマニュアル、紙ベースのものが欲しいと思いました。ウェブ上で見てくださいとあるんですけども、もうやりながらウェブ上で見るというのはなかなか難しくて、そうすると面倒になって、後にしようって言ってなかなか進まないというような状態でした。あとスタート時の入力参考例が欲しい。これは、まずはこれだけというスタート時の入力項目が、フォームとして中にあれば一番いいんですが、そうじゃなくてもこれだけは入れておくと、まず出だしとしてはいいですよみたいなのがあれば非常にスムーズになるんじゃないかなと思います。で、あとはルールを作ってそれを明確に、その過程によって求めるものはそれぞれ違うので、やっぱりそのグループの中ですり合わせが必要だし、ルールが必要で、多分これで一回嫌な思いとか、どこかの施設からこういうこと言われたとかっていう思いをすれば、やっぱり触らなくなっていくんじゃないかなと思います。なので、とにかく無理なく始められるっていうことと、無理なく続けていけるっていうことが、これを生かす大事なところじゃないかなと思っています。最後に、医療的ケア児にとってこの情報記録は命を守る大事なものだと思います。
ナラティブブックにより情報記録を残すことは、関わる人みんなで医療ケア児を見守ってもらえるということになります。こう非常時がとか一人では将来がいっぱい心配があると思うんですが、ナラティブブックを活用することで、もう全部ではないんですが、ほんの少しでも安心材料が増えるっていうメリットはすごくあるんじゃないかと思います。こう今始まったばかりなので、いろいろ便利な使い方はおいおい出来上がってくるだろうと思います。でも、とりあえず非常時に備えて基本情報のいくつかを入力して、まあ一旦放り投げておいても、このシステムは十分に価値があるような気がします。で、そしてもう一つ親の願いとして、少しずつでも記録を残すことで、このナラティブブックからこの子のそれまでのストーリーを知ることができるはずだと思います。それは今後新しく関わってもらう、例えば生活介護などの人たちに親の思いやこの子の成長を知ってもらい、それを踏まえた上での関わりをしてもらえるのではないかと期待しています。ナラティブブックからこの子のストーリーを知ってもらうと、それを知った上でのケアとは知らないでのケアとは全く違ってくるのではないかと考えています。親なき後も、この子の生きてきた足跡を知ってくれる人がいる、知ってくれてるだけで、多分親としては安心できるなと考えています。そういうことを踏まえて、これからもキッズナラティブブックを我が家なりに活用していこうと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。